ブルカン・カルドゥンは、モンゴル国、ヘンティー県にある、ヘンティー山脈の山。現状筆では、富士中間中号6圧バーカン・コルドン、修士でも、ビハーキュン・キュールディアンと書かれる。モンゴル族発祥の聖地であり、チンギスカンの故郷にして母所であると言われ、神聖死される。三名の、ブルカン、バー、カイアン・バーカンとは、本来、仏だが、ウイグル語などのトルク語化したものが、 さらに、モンゴル語化した形であり、フッツや、神を意味する。また、カルドゥン・コルドンとは、一般にモンゴル語で、これを意味するが、アルタイ語研究のニコラス・ポッペによると、ダフール語では、ポプラの茂みに覆われた山を意味するという。ブルカン・カルドゥンとは、おおよそ、神の山、丘を意味する。現聴筆詞冒頭の伝説によると、チンギスカンの先祖で、モンゴル族の演祖である。 ボルテッチノとその妻、コアイマラルが大公を渡ってやってきたとき、オノン川の源の子のブルカンカルドゥンに住まいし、そこで、最初の子であるバタチカンが生まれたという。また、後のチンギスカンことテムジンが、少年時代に父、イエスゲーを亡くしたとき、テムジンに一家が身を寄せて住まいしていたのが、ブルカンカルドゥンの麓だったという。当時対立していたメルキト族の兵たちに追われた折に、 テムジンはブルカン山中を方々に逃げて、追手をくらまし、ついに逃げを押せて、これに感謝したテムジンは、朝ごと祭り、日ごとに祈りるように誓ったという。これらのことから、チンギスカンの一族はこの山麓に寄居する種族だったと思われる。ラシードッティーンの修士によると、ブルカンカルドゥントは、モンゴルの地にある大きな山であり、そこから多くの河川が流れ出て、 数え切れないほど木々に覆われ、たくさんの茂みや林になっているという。また、チンギスカンは死後、自分自身とその一族の埋葬地としてこのブルカン、カルドゥンを定めたという。1992年に一帯12000平方キロメートルがヘンハー半減性保護区に指定された。ブルカン・カルドゥン周辺にチンギスカンの埋葬地があると推定し、 ヘンティ山脈より流れ出るヘルレン川近くの数人、平原界隈で1961年から1981年にかけての旧東ドイツと、1990年から1993年にかけての日本、モンゴル合同によるゴルバンゴル計画が行われ、特に後者においては空撮による地形調査や地中レーダー探査といった科学的手法を、 導入したものの、民族の英雄の眠りを妨げるべきではないとの、地元民の意見を尊重し、考古学的な発掘調査には至らなかった。その後、2001年からは、日本の主導により再び数人平原で、発掘調査が継続実施されており、チンギース館が即意識を上げ、死後は霊病となったダイオルドアトと、モンゴル軍の敵生産工房でもあった。 アウラガ遺跡が確認されており、埋葬地特定の鍵となっている。また、シカゴ大学のジョン・ウッズ教授も2001年に、ヘンティー山脈の丘陵地において、高さ約2.7から3.6メートルの一室みの壁が、断続的に約3.2キロ続く遺構を確認、現状必死にある、五連六イニシエに否定し、チンギスカンはじめモンゴル王族の領母である。 可能性が高いと示唆するが、発掘調査には至っていない。モンゴルの聖なる山々として1996年に、ボグドハーン山、オトゴンテンゲル山と共に、暫定リスト掲載後、イージコナーキン、コンバインザーク、アルトンオーベ、スタイコナーキンを構成資産に追加した複合遺産候補となったが、2015年の第39回世界遺産委員会では、 環境整備が整ったブルカンカルドンだけを推薦し、正式に登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。